第二次世界大戦中、日本軍は様々な作戦、戦いを行ったわけだが、今回はマレー作戦についてお話そうぞ。マレー作戦。マレー作戦は、南方作戦という日本軍の侵攻作戦を構成するうちの一つだよ。南方作戦の目的は、東南アジアの重要軍事拠点を含滅してアメリカやイギリスの勢力を一掃することや石油などの重要資源地帯を確保することが挙げられる。戦前の日本は石油や機械類の入手は、主にアメリカからの貿易に頼っていたよ。しかし、日本が日独伊三国同盟を締結したり、中国大陸や東南アジアへの勢力拡大に動き始めると、アメリカは経済制裁、封鎖という形で日本へのクズ鉄や石油の輸出を禁止するんだ。日本は油田を持ってなかったから困ってしまったんだな。石油問題や情勢を鑑み、日本は開戦を決意。1941年12月8日の真珠湾攻撃や南方作戦実行につながるよ。日本の開戦は真珠湾攻撃のイメージしかなかったが、他の場所でもいろいろ起こっていたのか。マレー作戦は、現代ではマレーシア、シンガポールとなっているイギリス領マレーに対して行われた作戦だよ。司令官は山下智之中将、実行日は真珠湾攻撃と同日の1941年12月8日だ。迫力がすごい。マレー作戦の最終目的は、イギリスの東洋艦隊の基地とされていたシンガポールを攻略することだ。海に面してるからシンガポールは軍港にされていたのか。日本軍は海から攻撃を仕掛けたのぜ。いや、海に面する部分には複数の大型火砲や投機架が構築されていたんだ。それに加えて航空機も多数配備されていて、とても海からは攻められなかったよ。ジョホール海峡を挟んで陸地に面する北側の警備は手薄ではあったけど、マレー半島を縦断する主要道路は一本道、その周りは深いジャングルとゴム林が広がる。多くの河川も流れていたから橋も多く架けられていた。そんな環境だったのでイギリス軍としては、陸地から攻められたとしても橋を壊しながら後退すれば、時間稼ぎしつつ敵の進行を阻害できると考えていたよ。現在のマレーシアも、上空から見ると緑が多いからな。当時はさらにすごかったんだろうな。しかし、それだと日本軍はどこから上陸したんだぜ。12月8日の未明から早朝にかけて、イギリス領マレーのコタバル、大量のパタニとシンゴラへ上陸したよ。この地図だから勘違いしそうだけど、これかなり離れてね。シンゴラからシンガポールまでは直線距離では約800キロだけど、直進できるわけないから実際には1100キロくらいの距離があったようだ。JR の東京博多間の営業キロである1174キロとあまり変わらないじゃないか。わかるようでわかりにくい例えだな。東京駅から線路をたどって博多に行くようなもんだね。なお、マレー半島は山脈もあって起伏が激しい模様。距離だけでも呆然とするけど、そこに草木が邪魔してくるとなると絶望しかないな。そんな大変な距離だけど、日本軍は今でもよく使われる乗り物を使って素早く進軍していったんだよ。何を使ったかは後で教えるよ。先遣隊の兵を乗せた輸送船18隻は、日本海軍の南京艦隊と飛行集団の護衛を受けながら海南島を出発する。そんなに船が航行してたら、イギリス軍にすぐ見つかりそうなんだが。案の定、出航してから2日後の12月6日正午過ぎ、イギリス軍哨戒機と遭遇しているよ。発見されてしまったが、シャム湾を北上してタイ方面へ向かうとイギリス側が判断したのか、敵飛行機の増援が来ることもなく目的地の場所に到着したよ。開戦日を告げる陸軍の暗号日の出葉山形トスを受けた第25軍は、ついにマレー作戦を開始するんだ。唐突な山形。この暗号の山形は8の意味があるんだ。1から10までの数字に日本の都市名をそれぞれ割り当てていたよ。1日なら日の出葉広島トス、5日なら日の出葉小倉トスになってたんだな。ちなみに日本海軍の艦艇には新高山登れ人二丸八という暗号が送られていたよ。新高山は台湾にある玉山の旧称で、当時台湾を領有していたから日本一高い山だったのだ。陸軍と海軍、それぞれに暗号を受け取って戦いが始まったんだな。上陸用船艇に乗り込んだ先遣隊は、主に3つの場所に分散して上陸したよ。イギリス軍に攻撃されなかったのか？シンゴラとパタニは大きな戦闘もなく無欠上陸することができたぞ。司令官である山下中将はシンゴラに上陸して式場開設したよ。コタバルだけはイギリス領ということもあって、上陸前からイギリス軍航空機から攻撃を受けたぞ。ああ、シンゴラとパタニはタイの領土だったな。コタバル飛行場から飛んできたイギリス軍機の機銃掃射と爆撃によって、輸送船2隻が被弾、輸送船淡路30は炎上して放棄された。攻撃されながらも上陸することができた兵は、コタバル飛行場を占領。匠師隊の元々の兵力は約5000名だったが、先遣隊による飛行場占領までで1000名近くが戦死してしまう。それでも先遣隊は上陸することができたんだな。これから南進してシンガポールを目指すのぜ。シンガポールを制圧するのが最終目標ではあるけど、その途中にある飛行場も制圧していくよ。ジャングルに飛行場なんてあったのか。飛行場の場所をマークしてみたぞ。島の西側密集しすぎだろ。シンガポールなんて島が見えないぞ。
シンガポールには3つの飛行場があったぞ。3つのルートでこれらの飛行場を占領しながら南下していくよ。というわけで、イギリス軍の飛行場や途中の村を占領しながらシンガポールに向かったよ。本当に色々な場所に寄りながらシンガポールに向かったんだな。これにさっきの飛行場を照らし合わせてみよう。なるほど、ウプ主の引いたラインが多少ずれているかもしれないが、ほぼ飛行場のある場所を経由しているな。ここからは第25軍が通ったジットラ、ベラク川、クアラルンプールをピックアップして紹介するよ。山下司令官と第5師団主力が上陸したシンゴラから南下した場所にジットラがあるよ。確か、その背後のアロルスターにイギリス軍の飛行場があるんだったな。シンゴラに無欠上陸できた部隊の次の目標は、マレー半島で一番の大河川であるペラク川に架かる鉄橋を確保することだ。佐伯静雄大佐率いる佐伯挺身隊を先頭に、鉄橋に向かって南進し始める。佐伯挺身隊には、戦車3個中隊、三砲1個中隊、工兵1個小隊が配備されていて、シンゴラから95式軽戦車と装甲車を先頭に敵部隊に突進しまくったよ。すごい気迫だぜ、それでジットラに何があるんだ。ジットラは周辺の飛行場を守るため、堅牢な陣地が構築されていたんだ。この防衛線は今ではジットララインと呼ばれるよ。ジットラだけで3ヶ月は日本軍を足止めできるとイギリス軍も考えていた。イギリス、相当金をつぎ込んだんだな。それで日本軍は何ヶ月でジットラを破ったんだぜ。2ヶ月とか ?11 日夕方頃にジットラ付近に到着した佐伯挺身隊は戦闘に移るが、敵の攻撃も激しいので12日夜に夜襲を計画して準備した。その準備をしていたら12日夕方に敵軍が撤退し始めたよ。え、2日間じゃん。佐伯挺身隊には戦車や装甲車などが配備されていたものの、兵の人数は約600人。対して敵軍は約5000人に武器も十分であった。違いがあったとすれば、あとは兵隊の練度や精神力だろうか?あと日本軍の進軍スピードが速くて、対処しきれなかったのもあると思うよ。そういえば、今でも使われる乗り物で素早く進軍していたって言ってたな。何を使ったんだぜ?現地で調達した自転車に乗って進軍したんだよ。チャリできた。戦車や装甲車などの乗り物に乗り切れない人は自転車で進軍したんだ。これで進軍スピードが飛躍的に上昇したほか、車が通れない狭い道も進めるし、川では自転車を担いで渡れば OK という利点があったよ。欠点としては、乗ってる時に強襲されたら対応できないことかな。防御力は神耐久だ。重い装備を持っているからバランスも悪いだろうし、やぶさめみたいにはできないもんな。これも欠点の一つなんだが、過酷な長距離移動によってすぐにパンクしたよ。徒歩で進むのとパンクを直しながら進むなら、自転車に乗った方が早いのかな。もはやタイヤを装着しないで走る猛者もいたそうだ。走るとガラガラとすごい音がしたようで、戦車が近づいてきたと敵側が勘違いしたなんて話もあるよ。日本兵が自転車に乗る様を、マスメディアは銀鱗部隊と呼んだぞ。何でも格好よく呼ぼうとするよな、所詮チャリなんだぜ。格好よく呼んだ方が本土の士気も上がるじゃないか。知らんけど。ネタバレになってしまうが、この素早い進軍によって上陸から55日後にはシンガポールの手前のジョホールバル、70日目にはシンガポールを陥落させたよ。各地を制圧しながら1100キロを経ったの55日で縦断してしまったのか。これ以前に、ドイツが戦車や自動車を駆使してオランダやフランスに高速で進軍して電撃戦と称されていたんだ。これになぞられて、マレー作戦での日本軍の進軍も同様の電撃戦と言われることもあるよ。そう言われるとチャリも侮れないんだぜ。ジットラやアロルスターからさらに南下してきたよ。シンゴラとパタミで上陸した両部隊が合流したんだな。ここで立ちはだかるのがペラク川という大河川だ。川幅はだいたい300メートル、深さは3、4メートルにもなる。槍なんて担いで泳いで渡れないな。クアラカンサルに高さ12メートルの鉄橋がかかっているのだが、日本軍はこの橋を無傷で手に入れたかったんだよ。大きい橋だから壊されたら修復にかなり時間を要するからな。弾薬などは水に濡らすわけにいかないし、橋があるのとないのでは今後の戦況に大きく関わってくるのな。だけど飛行集団の偵察により、すでに橋が破壊されていることが発覚してしまう。終わった。ここで力を発揮したのが鉄道連隊だったよ。鉄道?その名の通り、鉄道を使用して物資輸送をしたり、時には敵の鉄道を破壊したりする部隊のことだよ。主に千葉県で編成され拠点としていたんだ。国内の鉄道路線の中には鉄道連隊によって敷設された路線もあるんだよ。イギリス領マレーにも鉄道が敷設されていて、鉄道連隊はそれを路隔して前線部隊への物資輸送をしたり、壊された鉄道橋の修理に従事していたんだ。クアラカンサルの橋が破壊されると、鉄道連隊はすぐに橋の修復に入った。鉄道連隊は日頃から一から路線を敷設したり、破壊された線路や橋脚に線路を敷設する訓練を行っているんだ。4日ほどはかかると思われたけど1日半で自動車が通れるくらいに応急処置するよ。凄まじい早業だな。
イギリス軍は陣地撤退にあたり、橋という橋を爆破していったんだ。工兵隊は休みなく修理し続け、進軍する兵士たちを支え続けたよ。橋を支える橋脚のようだな。まさに縁の下の力持ちだぜ。ペラク川の鉄橋を渡ってさらに南下してきたよ。シンゴラからの直線距離だと460キロくらいだ。クアラルンプールか。現在のマレーシアの首都だな。ペラク川を渡るあたりで、インドシナとタイを経由して約2000キロを移動してきたこの絵師団が合流しているよ。あ、今までは全員で戦ってたわけじゃないのか。大移動をしてきたこの絵師団のメンツを立てて第一線に出そうという案もあったが、今まで通り第5師団を先頭にこの絵師団は後を行く作戦になった。敵軍の激しい抵抗を受けて進行できない時もあったけど、戦車を使用した夜間強襲などを行い、A 軍の重心 6km の陣地を3時間で突破したりもした。また、師団の一部から海上機動部隊を編成して海側から敵の背後に回り込ませたぞ。抵抗されながらも順調に進軍できたんだな。日本軍はクアラルンプールには1月11日の20時頃に突入したんだけど、イギリス側はすでにクアラルンプールを放棄していたので攻撃を受けることなく制圧することができたよ。ついにイギリス軍の本拠地、シンガポールにやってきたよ。なお、現代の地図にあるジュロン島などは人工島のため、戦中には存在していないぞ。他にも埋め立て地がいっぱいあるんだぜ。クアラルンプール以南は地形が開けていたので進軍がしやすく、日本軍は地上戦と海上機動部隊を併用してシンガポールに向けて進軍していったよ。また12月にシンゴラに到着してからトラック600台で現地に向かっていた牟田口蓮や中将率いる第18師団が、1月31日にジョホールバルの北にあるクルアンに到着。あれ？第18師団っていなかったっけ？上陸時から戦っていた匠師隊は第18師団所属だけど、あくまでも第18師団の一部で構成された部隊だよ。じゃあ、第18師団も全員揃ったから、これからは第5師団、第18師団、この絵師団の全力でイギリスと戦うわけだな。そういうことになるな。話を戻すとジョホールバルは1月31日に第5師団によって制圧されたよ。じゃあ、ジョホールバルとシンガポールを結ぶ橋を渡って攻め込めるな。それならイギリス軍が撤退時に爆破していったよ。唯一の入り口なのに。いや、船で侵入するから関係ないよ。でも、侵入前にシンガポールに準備砲撃をするよ。敵砲兵陣地や飛行場に集中して砲撃を行ったぞ。それとジョホールバルの高台や偵察機から、シンガポールの地形の研究も行われた。1月8日から9日にかけて上陸作戦を開始。上陸時に船底に砲撃を受けることもあったが、徐々に上陸した兵も増えて対応しきれなくなる。第5師団、第18師団は武器手間高知西側から上陸。第5、18両師団は9日夕刻には天下飛行場付近へ進行。第18師団は11日から武器手間高知への攻撃を行う。武器手間高知に敵がいたのか。武器手間高知にはコンクリートの掩蔽陣地があるという情報を得ていたんだ。砲兵が到着してから攻めるのが良いんだけど、第18師団は敵に時間を与えないべきと判断し高知に突入。11日夜には武器手間高知を占領するぞ。北側から上陸したこの絵師団は、海水に流された重油に火を放たれるなどの混乱があったが、対岸のクランジに進行。その後は万代山という高地を目指しつつ、東方へ進んでいったよ。日本軍は11日朝に東航韓国文商航空機から投下するよ。確かに日本側に有利に見えるが投降してくれるか？もちろん東航韓国に対しては無反応で、11日から12日には武器手間高地をはじめとして猛反撃を受けているよ。武器手間高地周辺には水源が集まっているから、イギリス側からすると取られたら困る場所なんだ。また、イギリス軍の弾薬などもここに集積させられていたぞ。武器手間高地を守って持久戦に持ち込めば勝てるのか。まあ、日本軍も疲労や物資の不足で厳しい状況だったよ。そして2月15日、ついにイギリス軍が降伏交渉に応じたよ。日本側の山下司令官とイギリス側のパーシバル司令官、双方の幕僚がフォード自動車工場で対面した。17時過ぎにイギリス軍は正式に無条件降伏したよ。この交渉においてイエスか、ノーかと強い口調で降伏交渉を行った話もあるけど、本人は否定しているみたいだね。脚色して伝えられちゃったのかな？これ以降、日本によるシンガポール統治が始まるよ。ということで今回の動画を終わろうと思うよ。次は真珠湾攻撃について話そうと思うぞ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは主に戦績動画をアップしてるんだぜ。チャンネル登録してくれたら嬉しいんだぜ。他の動画も見てね。